暑い。足がおかしいよ。足が痛そうなんだけど大丈夫ですか？大丈夫だ。ちょっとおかしい。笑っちゃ悪いけど、なんかどうしたんだろうって今思って。カニ股みたいになってる。普通に動いてるように見えないんだけど。大丈夫だ。はい。コールドレインのライブでやっちゃったんですね。うん。はい。自業自得っていうか、はしゃぎすぎたっていうか、はい。だから足痛いから行きたくないって言ってないし。いや、それはいいのに。私だってあれ風邪ひいてたのに。それまでしてこれひどいよ。つま先で歩いてるよ。どこ来るのこれ。初めて、ね、なんだろう、はい、あの見るためにバスに乗ってしまいました。アンドンよりこういった食べ物の方が興味のあるので、並んでますね。相変わらず並んでますね。相変わらず並んでるし、ベンチでもいいんだけど、なんかあーって感じですね。あーあー、足が痛くなければ普通にさっさっさっさと歩けるのに。はい、沼田町すごいですね。すごいわ沼田町。まあ、ここ別に車通らないから横断したっていいんじゃないか。10円パン売ってる。え？あ、本当だ。10円パンだけど500円っていうやつですね。はい。
人がすごくて、若干疲れ気味です。これがちょうど駅前ですね。ああ何時来たの？写真。さあ行きます。お腹が空いたので、なんか食べましょう。なんか食べましょう。こんなに人がいっぱいいたら、お腹が空いちゃう。なんか変わったものあるかしら。あるよ、ほら、好きだよ。え、なに？チーズハットク食べるわ。うん、並んでる？いいよ。もう並ばなくなったのか。韓国で大ブーム。はい。ケチャップとマスタード。ケチャップとマスタード。
最下げ。よいかな。総務課長、総務課長、総務課長います。総務課長。最後そこまでの計画、きれいに
ぞ向こう。よし、やるぞ旗投げ。いやいやさ、いやいやさ、大丈夫です。それかよって。またね。はい、どうもおまけの動画です。はい。とりあえず僕から皆様に一つ言いたいことがあります。自分が思ってるほど自分は若くねえぞっていうね、あの。飛び跳ねたりするときはきちんと準備運動をして万全の状態で迎えないと大変なことになるぞっていうね、はい、ことを皆様に教えたいってね、はい、まあそんなこんなでバスが送迎であるから楽だよね、ちょっと大変だけど歩くの。はい、いや、はい、病み上がりです。はい、はい、まあ、てなわけでね、ジャンプしすぎました。はい、はい、あの、はい、もう40代は若くねえぞっていうことでした。どうすんだよ。ではまたのおまけでした。動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。